どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうぎです。たけおです。さあ、本日、第2弾ということでですね、はい、早速もやっていきましょう。えのさん、例のものをお酒つけていきますよ。第2弾、6月にパイナップル、パイナップルやって、もう出来上がって、今瓶に入ってます、観賞用で、じゃあ本日、つけるもの、こちらとリンゴ、こちらリンゴ、紅玉と青リンゴ、青リンゴ、ちょ、いろいろ迷ったんだけどね、何にするかってなって、リンゴが、ちょうどこれから旬じゃない、になっていくんで、リンゴやっていきましょう。これリンゴ大好き。リンゴと、ホワイトリカーと、こちら氷砂糖、これをまたサンドしていきましょう。そうね。で、早速、リンゴを輪切りにして、ぶっ込んでいきましょう。はい、これ4等分でいいんだよね、多分ね。で、早速、準備しましょう。輪切りでしょ。で、そのコップに入れちゃう。はい。あー、美味しそうだね。投入いたします。あ、なんか前回よりもあれが多いかもしれない、果実が。あ、今ね、すごいことに気づいた。中でね、誰か爆発した。こうしたらいいんだよ。まあね、ネットあるからね。1層目のリンゴでございます。で、ここにこれ違うな、味噌で、あれだからちょっとでいいな。何が1層目のリンゴ。氷砂糖を入れました。2層目、3層かな、3層だね。青リンゴを最後に。あ、いい感じに層になるわ。あ、なる、いい感じ。だいぶ上まで来た。てか、この分で上がるからさ、結構な量になるかもね、今回。で、次は最後でさ、クリスタルいってきます。なんかいい感じになったよ、割と。で、これ最後に上に氷敷いて、残り全部敷いて。これいいんじゃない？入る？これで最後にこれを入れて。いった。ジャイルさん、最後に、大丈夫、最後に。開かない。勝てえ、これ。これあれ、うかつにあれができない。新するには、ちゃんとこれ外して救わないと大変なことになる。うわ、ぴったりきましたね、だいぶ。あ、リンゴ浮いてきた。で、これをまた例のごとく2ヶ月ぐらいで、1ヶ月後ぐらいに1回開封しよう。うん、1回撮影日が9月の29で、10月の末日に1回。この重さよ、これが持ち上がるか否かってとこにかかってくるね。持てる。あれもいい感じになってくるね。これで色が出て、あれしてくれれば。てか、パインより綺麗なんだけどね、やっぱ。確かに、ちょっとリンゴジュースっぽくね。パインのがちょっと薄かったからね。パイナップルはあれだよね、最初沈んでたもんね。リンゴの旨味を出てくれれば。ぜひ皆さんもやってみてください。そしてこれね、こうご期待ということで、次回も何ヶ月、1ヶ月後、ぴったり多分1ヶ月後とかではないと思うけど、動画出しますんで、ぜひよろしくお願いします。楽しみ。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。